了解しました。配置につきました。よし、俺が合図を送るまで誰も動くな。奴が外に出たら捕らえろ。了解しました。パトロールもたまには役に立つ。彼はあそこで何を。さあな、お前はプロファイラーだろう。犯人の頭の中を知り尽くしてるんじゃないのか。まさか。リーサン・マーズは殺人犯の心理プロファイルに合致してるとは言えない。お前の理論と証拠なら陪審がどっちを選ぶか明白だろう。あの女何してやがる。今イーサンが出てきたら厄介だぞ。どうします、追い払いますか。いや待て、入ってったぞ。この住人か。まあいい、ここでうろうろされても困る。イーサン、何があったの。警察が外にいるわ。あなたを逮捕するつもりよ。他の出口を見つけないと。くそ、奴は中で何をしてるんだ。必ず俺の合図を待つんだぞ。合図を待て。お前は待機して。まさか。私も行きます。ドアに二人つけ。行け。さあ行きましょう。こっちよ。お前を逮捕する。お前には黙秘権がある。ここで君を裁くつもりはない。君の息子さんの命を救いたいんだ。残り少ないが、まだ時間はある。協力してくれ。知っていることを話して。全てやむを得ない理由があってのことだろう。危害を加えるつもりはなく、ただ痛みから逃れたかっただけだろう。裁判では僕がそのことを説明する。ショーンを死なせちゃダメだ。話してくれれば救えるかもしれないんだ。諦めろイーサン。犠牲者を増やしたところで何の得になる。え？イーサン、何か言ってくれ。さあ言うんだ。私は息子を誘拐しました。だが何が起こったのか覚えていない。
息子の居場所もわからない。ショーンを救うには私を釈放するしかないんです。あの子を助け出せるのは私だけなんだ。支離滅裂だよ、イーサン。矛盾だらけだ。どうやって君を信用しろって言うんだ。息子を愛してる。息子を愛してるんです。私を釈放しなければ息子は死んでしまう。時間がないんだ、イーサン。正直理由なんぞどうでもいい。俺が知りたいのはどこにショーンを隠したかだ。知らない。知っていたらとっくに助け出してる。よし、最後のチャンスだ、イーサン。答える前によく考えた方がいいと忠告しておこう。ショーンはどこにいるんだ。何度も知らないと言ってるだろう。ブレイク、何するんだ。こいつは殺人犯だぞ。こいつに権利なんてない。絶対に剥がせてみせる。彼を殴れば自白は価値がなくなる。資源もお見合い入りだ。この人でなし。たとえ彼が犯人だったとしても彼を殴る権利はない。お前は誰の味方だ。このクズをかばってるのか。俺は法を守ってるだけだ。有罪が確定するまでは彼は無実だ。この男に権利などない。いいか、権利なんかないんだよ。自白するまで殴り続けるつもりです。何とかしてください。君にとってはどちらが大切かね。ショーマーズの命か、それともあのクズの身の安全か。何事にも犠牲は必要なんだよ。なんでわからない。イーサン・マーズは潔白だ。ショーンを生きたまま見つけたいならばショーンの捜索を再開するしかないんだ。君は疲れてるようだな、ノーマン。しばらく休んで考え直したらどうだ。ウォッカでございます。ありがとう。差し出がましいようですが、何か心配事でも。捜査で問題ですか。ブレイクはマーズが犯人だと確信している。あなたは。証拠はたくさんあるようですが。ああ、だがピンとこないんだ。彼には心理プロファイルも地理条件も当てはまらない。
8人の子供を殺して自分の息子を誘拐した父親には見えないんだ。マーズは折り紙殺人鬼じゃない。命を懸けてもいい。では誰が。さあな、俺にはさっぱりわからないよ。持ち物から証拠を見直してはいかがですか。そう思っていたところだよ。ああ、そうそう、もう一つ。例のあれですが、あまり使いすぎないようにしてください。危険ですよ。とても危険です。もちろん気をつけてるが、難しいな。だんだん難しくなっていく。気をつけないと命を奪いかねません。嘆かわしいことです。何か新しいものがあるな。ショーン・マーズが消えた午後の公園付近のビデオ映像だ。何もないとは思うが、ひょっとしたら。タイヤの跡にマッチするシボレーが16時2分に公園の方向に向かって通過。反対方向に向かって16時37分に再度通過。ショーン・マーズの失踪時間と一致するかもな。犯人の車か。運転手の顔が見えないのが悔しいな。盗難車か。ジャクソン・ネビルが盗難の容疑で逮捕されたが不起訴となった。証拠としては不十分だな。ジャクソン・ネビル、通称マッドジャック。盗難車の売買事件に複数回関与。危険人物とみなされる。こいつが犯人に車を売ったかもしれない。わずかな手がかりだが、今はこれにかけるしかないな。マーズは自白したか。まだです。意識を失いました。少し休ませたら再開します。思ったより手ごわいな。そのうち吐かせますよ。必ずね。いずれにしてもブレイク警部補、よくやった。お見事。二人きりにしろ。でも、そのブレイク警部補が頼む。二人きりにしてくれ。わかりました。ドアのところにいますから。ひどい。大丈夫か、イーサン。行かないと。ショーンを助けに。僕に任せて。
ゲイリー休憩に入れ。僕が見張ってるよ。いいんですか？実はトイレに行きたくって。手錠を調整するなら机の上に鍵があります。イーサン、これを着ろ。見つからずに抜け出せるかもしれない。あ、くそ、手錠が忘れてた。オッケー、待ってて。よし、君は自由だ。さあ、これを切ろう。彼らは休憩中だ。素早く行けば見つからずに抜け出せる。まっすぐ出口。止まらず、喋らず、何も考えるな。ただ歩け。なんて俺を言えば。息子を救うと約束してくれ。後悔させるなよ。1時間ほど前、警察は折り紙殺人鬼と思われる男性の名前を会見で公表しました。誘拐されたショーン・マーズ君の父親であるイーサン・マーズ容疑者は現在逃亡中で武装しているとみられます。警察当局はこれを受け、この凶悪犯の一刻も早い逮捕を目指し一斉捜査を続けています。食料買ってきたわ。何が好きかわからないから、いろんなものを少しずつ。どうして俺を助ける？何も知らないのに。死んでたかもしれない。わかんない。あの時はそうするのが一番いいと思ったの。助けが必要そうだったし。ねえ、ニュースはあなたのことで持ちきるよ。警察総動員であなたを追ってるわ。あなたが折り紙殺人鬼だって。本当なの？あなたが犯人なの？俺は時々意識を失うんだ。まるで別の人格がいるみたいに。何をしていたかわからない時がある。唯一覚えているのが死体なんだ。水に浮かぶ死体だ。この怪我はどうしたの？なぜあのアパートにいたの？俺の中のもう一人の俺が俺のショーンへの愛を試してるんだ。ショーンを救うだけの愛があるか知るために。だから本当はショーンの居場所も分かっているはずなんだ。でもそれを知るためには試練を乗り越えなければ。どうしてそのことを警察に言わないの？何を言えって言うんだ。俺が殺人を犯して息子まで誘拐した男だって信じやしない。俺は自由の身でいなくちゃダメなんだ。
他に方法はない。自分だけが頼りなんだ。ショーンが救出されたら自首するよ。でもそれまでは。こんなの長続きしないわ。自分を痛めつけてるのよ。今は息子を見つけることだけが重要なんだ。他に方法があるはずよ。分かってないな。時間がないんだ。あと数時間でショーンは死んでしまう。選択の余地はないんだ。すまないマディソン、もう行くんだ。このことは全て忘れてくれ。それが俺からの最後のお願いだ。俺のことを思うなら行くんだ。一人にしてくれ。